エブリバディエクササイズメソッドの17回目です。今日は足をこうほぐす動き、ちょっと位置を変えます。足をねこうほぐしますけど、横方向、ね、にも横ほぐしていきます。さっきぐちゃぐちゃぐちゃ、かかとを持ってかかととこう外す、にゃにゃにゃ、見えるようにしましょうか。動く足、横方向にも動くようにしてください。反対。なんでこんなことするかと言いますとですね、歩き普通こう立てこの方向にしか足は動きづらいんですけど、稽古の方がこうね、斜め内側、斜め外側に動く、斜め内側に動くとこう足が横に仕上げてるのが分かる。斜め外側にこうですね、前足斜め内側に仕上げると、こうね。外側に仕上げると、こうね。後ろ足でもこう、内側に仕上げる。内側に仕上げる。まあ、こういった動作ですね。こういった動作が、普通に、稽古の中には行われますので、足を、柔らかく使えるようにしてください。これをやるために足、ね、足を多くほぐしてやってください。じゃあ最後スキップいきます。また明日。